仕事を遊んでるように仕事をするっていう、これはうちの会社のここに活かせるなとか、まあ、皆さんで言うと全然違う業種で最高の自分スタイルを掲げる SPEC 代表本田正幸が若者へ伝える今日のテーマは、はい、皆さんこんにちは。表参道で若者を本気で応援する会社を経営している本田です。このチャンネルは私がお金、学歴、コネ全くゼロから表参道の社長になったこの経験を生かして、世の中の若者たちが仕事で悩んでいることであったり、将来の不安の相談、そういったことを通して自分スタイルで生きるための情報を発信しています。今日は楽しく働くためには楽しさを共有できる仲間、仕事の楽しさを共有できる仲間が必要だよということについて話をします。だいたいこう楽しく働いてない、もしくはまあ普通に仕事をしている若い子たちっていうのは、仕事は仕事、友達はプライベートでいるから仕事の友達なんかいらないとか、仕事のことそもそも話し合う必要性とかがないとかって思ってる子たちが非常に多いと思うんですけど、なぜ仕事の楽しさを共有する仲間が必要なのかっていうことを、この動画を見るとですね、その大切さが分かると思います。それでは始めます。まず一つ大切なのは、僕もそうなんですけど、仕事を楽しんでいる人のパターンって大体仕事とプライベートの境目ってほとんどないんですね。だから仕事を遊んでるように仕事をするっていうか、もう普段の日常の生活の中で仕事のことを考えてる、そんなのってなんか窮屈だったり大変そうだったりするじゃないですか。でもそれが仕事を楽しむっていうことなんですよ。要は仕事のことを考えているのが楽しい。で、そうすると大体自分たちの仲間ってどういう人が仲間になってくるのっていうと、お互いの仕事を共有し合ったりとか、楽しさについてシェアし合ったりとか、相手が持ってる楽しいって思ってるポイントを聞いたりとかってすると、さらに仕事の業種とかが違ったり、仕事内容とかが全く違ったりしても、あ、これはうちの会社のここに活かせるなとか、皆さんで言うと全然違う業種で働いてる人でも、あ、こういう働き方って自分の日常の仕事のここに活かせるなっていうような、学びって言ったら学びなんだけど、こういうのを知る、そして知って仕事の中で実践するっていうのができるようになると、より仕事が楽しくなるんですね。だから楽しもうと思うと、まず一番大事なのはやっぱり楽しんでる人と友達になる。自分が働いてる職場でも多分いると思うんですよ。でも大体人って自分と同じタイプの人と友達になろうとするんですね。だから仕事が楽しくなかったら、楽しくなさそうにしてる人を絶対に友達にするんですよ。そして楽しくないよなっていう会話をする。なぜって言ったら、今の自分に共感する人を探そうとするから。で、共感者って楽しくないことでも探すし、楽しいことでも人間は探すんですよ。だからプライベートなんかだったら、逆に言うと一緒に遊んで楽しい人を探しますよね。なのに仕事とかそういうのつまんないとか、例えば恋愛がうまくいってないつまんないとかって言ったら、大体うまくいってない友達と、恋愛なんかつまんねえよなとかっていう話をしたがるんですけど、これを遊びの時と同じように、仕事も楽しい人を探すっていう習慣を作ってください。そうすると、なんでこの人は楽しいんだろう、どこが楽しいんだろう、前もちょっと言ったと思うんですけど、例えば人間関係が気に入らないとか、自分の上司が性格的に合わないとか、だからこの仕事嫌なんですってみんな言うんだけど、上司と合わないっていうことと、この仕事が嫌だっていうことは、これイコールじゃないんですね。この仕事っていう幅がこのぐらいあるとしたら、上司が嫌だっていうのはこのぐらい、例えば 10%、 多くても 50%、 もっと言うと 70%、 80% 嫌だったとしても、 20% ぐらいは絶対的に楽しい部分とか、これは楽しいとか、まあ、例えばお客さんに喜んでもらった時はやっぱり楽しいとか、その少しでも絶対楽しい部分があるはずなんですよ。この楽しい部分に目を向けないと、楽しさって増えていかない。で、大体嫌な部分に目を向ける人たちっていうのは、嫌なところを捕まえて、だからこの仕事が嫌なんだっていう、全部が嫌って言いがちなんだけど、でも楽しいところがあるんですね。
でその楽しいところを多く持ってる人が楽しく働いてる人なんですよ。そうするとそういう人たちと友達になって普通に聞けばいいんですよ。なんでそんなに楽しいんですかとか、どういうところが楽しいですかとかって聞くと、え、こういうとこ楽しいよ、こういうとこ楽しいよ、こうやってるんだよねとかっていうのを知ると、だんだん、あ、そういう働き方があるのかとか、あ、確かに忘れてたけどそういうのやりたいと思ってたとかっていう楽しい側の発見が増えていくと、そっちに意識が向くようになっていく。でそれに対してそういうのを意識しながら働くようになっていくと、だんだん楽しさの数が増えると、もともと上司が嫌だって思ってたものが、例えば全体の 70% ぐらいを占めてたとしても、楽しいことの数が増えていくと、だんだんあんまり気に入らなくなってきたり、これ結構あるはずなんですよ。学校なんかでも、あの先生嫌いだとか、友達は嫌だとか、いじめられて嫌だとかって思ってても、そっちに意識がバーってある時っていうのは、もう学校そのものが嫌だとかって思いがちなんだけど、すごい仲のいい友達ができて、そしてすごい自分のことを理解してくれる親友ができたりとかしたら、その子との時間が増えるだけで、なんかそのいじめる子たちの嫌な思いとかっていうのもどんどん減っていくじゃないですか。この原理と一緒だから、それを意図的に作る。楽しいものが外から来るんではなくて、自分が意図的に作っていく、楽しさを探していく、これも大切ですね。20代の若者で将来の不安、仕事の不満、今より人生を明るく過ごしたい人は、本田正之が代表の SPEC 公式 LINE に匿名で無料相談。僕らもやっぱり会社を経営しながら、よく経営者と会うんですけど、やっぱり今不景気だったりとかコロナだったりするから、下向いてる人って結構いるんですよね。いや大変ですとか、いや困ってますとかって、まあ仲間であったら助けたりするんですけど、そういう会話をしてる人たちとは基本的にあんまり会わない。こういう状況の中で前を向いてる人だったりとか、やっぱアクティブに動いてる人だったりとか、見れば分かりますよね。もう会った瞬間から元気な人たちと会う、付き合いをするっていう関係を意図的に持つようにする。そうするとやっぱり自分もそっち側に意識を持つようになっていくし、仕事に関してもそうですね。やっぱり日常でも僕らでもやっぱりこの年になっても嫌なことってたくさんあったりするんだけど、だからって言って嫌だから、あ、今日嫌だったな、普通なりがちなんだけど、そうじゃなくって、嫌なこともあるけど、その先で何か楽しいことがあるんじゃないかとか、常にこう気持ちを楽しい方向に意識を向けていく。今の時間が嫌だから2時間後は嫌だとは限らない。いきなり何か楽しいことがあるかもしれないから、だから嫌っていう気持ちをずっとそのまんま引きずりながら仕事をしてたり生活をすると、楽しいって思えるところに意識とか視点がいかなくなっていくから、だから楽しいって思えることの数を増やす。その一つとして、楽しいって語れる仲間、友達、先輩でも誰でもいいです。尊敬できる人とか、そういう人たちを仕事の関係でも常にもっと探そうとする。で SNS でもあるじゃないですか、同じような仕事をしている人たちでも、やっぱり SNS とかああいうので知り合う人って、おそらく自分と同じような境遇だから、面白くないって思ってる人は面白くないって言ってる人を探したりしがちだと思うんだけど、そうじゃなくて、あえて反対側の人を探す。でそういう人たちと知り合ってみる。でそういう視点とかを変えてくれるような環境を自分の中で作っていくことはとっても大事だよ、ということです。なので、本当にそうだなって思ってくれたら、今日この瞬間から一人でも探してみる。あ、じゃあ、あの人と友達になろうかなとか、ちょっとあの人の行動とか、あの人が考えていることを聞いてみようかなとか、そういうアクションを少しずつ起こすようにしてみてください。必ず仕事に対する意識が変わっていくと思います。では今日はこれまでです。表参道の世話焼き社長本田でした。バイバイ。よし、目覚めてきたぞ。はい、よろしくお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは、本田正樹です。あ、違う違う。普段のあれだ、公演とかやってる時の決め文句になっちゃった。そう、すぐ言うんだよな。違う。あ、よし。, 笑いが出てきた。よし、行こう。